いよいよ今日からゴールデンウィークも後半戦。郡山市の海星山公園には屋台などが並び、多くの家族連れでにぎわいを見せていました。すごい天気も良くて、美味しいものも食べて、子どもたちも遊べてすごい楽しかったです。はい、そして県外から多くの観光客が訪れていたのは、気持ちいい潮風が吹く中、こちらのイベントでは多くの人が並んでにぎわっています。少し離れていても香ばしい匂いがしてきます。相馬市の松川浦です。皆さんのお目当てはカレイやイカなど新鮮な魚介類を炭火で焼き上げた浜焼きです。美味しいですイカすごい好きなんですけど、一番美味しいです美味しく食べられていいと思います。福島の魚介ね、美味しいよね。東日本大震災などで大きな被害を受けた松川浦の旅館や飲食店ですが、浜焼きの復活で再び活気を取り戻しつつあるといいます。松川浦、ね、自然豊かで美味しいものもいっぱいあって、すごいいいところなので、ぜひ遊びに来てください。そして浪江町では14年ぶりの姿も。3日3晩かけて焼き上げた器が丁寧に取り出されていきます。ちゃんと焼けているか、14年ぶりの不安と期待の瞬間です。300年の歴史を誇る伝統工芸品の大堀相馬焼き。地区の避難指示が去年3月に解除されたことから、のぼり窯で焼き上げた作品を披露するのぼり窯祭りが、震災と原発事故の後初めて開かれました。いい結果が出たっていうふうになって、組合みんなこれから喜びに満ち溢れるんではないかと思いますね。並べられたのは7つの窯元の器や地元の小学生の作品などおよそ800点。今日は恒例行事の復活を待ちわびていた町民の姿もありました。避難ということで大変な思いをされた窯元の方たちがそれぞれのところで頑張って、なんかすごい素敵な作品作ってくださったので、本当にすごいなと思ってます。作品は陶芸の森大堀であさってまで展示され、大堀相馬焼きを販売する大瀬戸祭りも同時開催されています。